こんにちは、トリカラチャンネルです。こんにちは、こちらはヨーロッパイエコオロギ、通称イエコ。やば、イエコかわいい。ミルワームとかローチ系と比べてまだ許容範囲内って人も少なくなさそうですね。ゴキブリ飼ってるって言えばドン引きされるけど、コオロギだったらまあなんとかね。イエコを飼育して繁殖させるってことはたくさん飼うってことにつながりますよね。そうだね、1000匹とか余裕で超えるかも。大量飼育はロマン。どうしたのかな。ほらこれですわ、大群ってのが。これまた素晴らしいのです。虫嫌いな人からすれば地獄絵図だけど、大群も見慣れてしまうと少数だとなんか寂しいかも。ですよね。